マキトとタモヒコの MUSB 潜入。どうも、見えない吹奏楽団責任者の佐野智彦です。じゃあ今日は、パート紹介第2弾大声パートの、様子を見に行きたいと思います。今ちょうど向こうで練習しているので、はい、突撃していこうと思います。じゃあ行きましょう。こんにちは。こんにちは。はい、大声パートの方です。はい、じゃあ、いくつか聞いていきましょう。まず、大声っていうのはどんな楽器ですか？はい、大声は木管楽器に分類されるんですけど、大声はその中でも2枚のリードを使ったダブルリード楽器の仲間になります。そして、女性が歌っているようなこう高い音が印象的です。なるほど。よく見るクラリネットとかサックスっていうのはシングルリードで、リードが1枚しかないんですけど、大声はちょっとアップしてもらうと2枚が重なっているんで、これがダブルリードって言われてちょっと難しいんだよね。はい、キリストにも世界一難しい木管楽器として認定されています。今までじゃあ1年生の子なんですけど、ものすごくうまくて、ぜひ定期演奏会に注目してみてください。じゃあ、今回の定期演奏会での、大声の見どころや聞きどころを教えてください。はい、今回の定期演奏会では、魅力的なこうソロだったり、結構目立つところが多いので、ぜひ見ていただきたいなと思います。一番前 の, 指揮者 の, すぐ横にいますので、ぜひ見つけてみてください。はい、じゃあ最後に定期演奏会見てくださる視聴者の方に一言お願いします。はい、一生懸命こう演奏しますので、ぜひご視聴お願いします。はい、じゃあぜひ応援パート、多分聞いてたらすぐ分かると思うので、はい、注目して聞いてください。じゃあこれで、今回のパート紹介、大声パート終わろうと思います。バイバーイ。